こんにちは、翔です。ではですね、パワーフェスやっていきたいと思います。で、青銅高校育成ですね。で、ピッチャーが欲しいので、ちょっと川上を今回はね、先に作ろうかなと思います。右投げ、右打ち、投手の、一応サイドスローではね、普通のでいいのかな、とりあえず。いや、でも結構、一応なんかサイドスローなんだけど、若干アンダー寄りな気がするんですよね、僕は。細かいのはちょっと後で見ようかな。さすがにここまで来ると違うな。いいね、サイドスロー13好きだよ。この労力でスタミナ持ってかれんかなと思うけど。はい。で、制球の良さですね。とりあえず、初期変化でなんか変なのがついてたら、やり直しますね。で、まあ、特に欲しいのもないんですけど、やり直す可能性があるからな、初期変化持ってると。まあ、持ち込みアイテムなしで、今回は久々に。あ、どうしよう、達人のお守り。どうしような、達人のお守り。だいぶなくなったんだよな、オールエース作るときに。なくはないけど。いらんかな、いらない気がするな。技術が不安だけど。多分能力数値的には結構足りるとは思うんで。ちょっと今回はアイテムを節約しますか。技術、まあまゆちゃんでもいいんだけどね、普通に。久々になんか違うの使ってみようかな。紺の岬とか使ってみようかな。いやー、岬ちゃん可愛いですからね。でね、前ね、コメント欄でも言われたんだけど、仲間がね、結構こうやって揃ってない、ね、レベルが上がってないキャラがいるんで、おー、マジか、鋼と乙女のコンボができるけど、スタミナとかなんだな。でもまあ、いっか。一応。あとは、じゃあ、せっかくなんで、ここでコンボ1個確保。どうしようかな。ウド。ウド意外に後から入ってきたの8レベルまでいってると。神宮寺、じゃあホームラン打ってた方がいいかな。それかセカンドの守備安定させた方がいいかな。あ、でもファーストいるもんね、神宮寺が。じゃあまあセカンドの守備安定させますか。とりあえずこれでいきたいと思います。いいよね、行って。いや、西郷さんも育ててないんだけど、興味がない西郷さんに、僕が。で、高野さんは高野さん潰すと神宮寺と半田のコンボが見れなくなっちゃうんで、置いていく感じですね。うん、とりあえずこれでいきましょう。あと、まあここまで考えて初期変化持ってたらダメなんだけど、オッケーオッケー、ストレートしか持ってない。いや、コントロールいいか、少なめだな。まあ128キロで変化球なんだけど、変化球ね、まあだからシンカーと、まあ、スライダーなのかスラーブなのかっていうところだよね。なんかスラーブっぽさあるんだけど、なんかいかんせんなんかパワープロのスライダーって真横に曲がる感じじゃないですか。そうなるとまあなんかそういう感じではないので、現実。だから、スラーブっぽくなってしまうんだよな。おーおーおお。ああ、でも暁来たのいいな、普通に。暁来たのがかなりいいっすね、個人的には。他行きたいんだけど、これで守るのコンボで、適性変えれるのって、あ、でも変える必要はないか。全適性埋めた方がいいから。
いやどうしような、前回沢村の時じゃなくてオールエース作る時と一緒か、暁は。うーん、暁行くか、ま、田中山ショートとかあの貸し増しで抑えに行くかね。いやでもキャッチャーいるのはでかいな。暁行きましょうか、コンボのポイントも大きいしね。さてさて、アイテムないからな今回。1番神宮寺やばくない？あ、阿部日持ってるからっていう判断。うわ、4番猿。うわ、こうやって見るとやばいな。こうやって見るとかなりやばいっすね、うちのチーム。こんな弱小で戦っていけるのか不安ですが。やって。行きたいけど、うわ、ミスったな。変化球覚えてくるの忘れましたね。完全な初歩的なミスを犯してしまった。もう最初期にやるようなミスだよ、それは。真夏の太陽を照りつける、ここはパワフルアイランド。ついにこの日がやってきました。野球界の新たなる祭典、そうパワフルフェスティバルが今開幕です。記念すべき最初の勝ち名乗りを上げるのはどちらのチームか。今大会全試合の実況は私、熱森宗敦が熱く熱く。よしよし、行きましょうか。もう確実に相手のが強いからな、見た目。ストレート1本で挑んでいく。いやーなんかちょっと、うん、もうちょいやっぱアンダー気味な気がするんだよな、漫画見てると。猿、君だけが頼りなんだけど。やば、君だけが頼りだったんですけど、守備の要がエラーするっていう幸先が悪し。おっとおっとっと。さてさて、ちょっとただでさえメンタル弱いんだから、抑えていけるか。まあボール球使わないと無理だよね多分。さっきポンポン投げちゃったけど。はい、うお、マジか、めっちゃ見てくるじゃん。さあ、踏んでないの今の。踏んだでしょ。え、絶対踏んでたくない。いやーちょっと納得がいかないっすわ。あ、やばいやばい、特能だけめちゃついてる。さすが美咲ちゃん、ありがてえ。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。高め見送ってストライク。いいね、対左 A がついてるのはいいっすね。ライジングショットはボール。さあ勝負してくるのか。打った、ファウル。おーおーおお、そんな感じで今のインパクトであんなわけわからん打球いくんだ。これでワンアウト。さあ第9投げました、初球を打った。センターで今ね、なんかいろいろねネタを考えてるんですよ。でとりあえずピッチャーを作りたくて、ピッチャー優先で作っていこうかなと。なんかちょっとね、自分が作ったチーム、まあ青銅高校をね今メインとして作ってると思うんだけど、そういうチームでねちょっとなんかペナントとか回してみたいんですよね。まあ自分が作ったサクセス選手って基本的にはまあ超強いじゃないですか、プロ野球に比べて。あ、でも最近そうでもないか、お祭り男とかあるしな。でなんかそのある程度なんか現実味を帯びた感じで作ってるので、なんかそのあの子たちがどこまで成長していくのかっていうのをなんかちょっとペナントで見たいっていう気持ちがあるんだけど。でそうなるとねピッチャーがどうしても足りないんですよ現状。はい、現状ピッチャーが足りてないんで、ピッチャーを優先して作っていこうかなっていうのはあります。なのでもしかしたらそのこの回の最後にまあリクエストを
お願いするかもしれないですね。募るかもしれないです。特になんかピッチャー育成とかだいたいほぼほぼ作ったんで、あと C っていうなら東条を作りたいかなと。うん、まだねゆいくんとかね置くのはねちょっとね分からなさすぎて能力が。でも当時を作るのは一応二刀流で作りたいなみたいな感じもありますし、カー今度は青道高校飛び出して、まあ、大英オールスターを作っていくみたいな流れでもいいですし、これでも打席には3番バッターが入ります。アウトロー見送ってストライク。やっぱセンターカルドスかな。打ちました。カウント2ストライク。あとはなんだろうな、もうゴロ君もトシ君も作っちゃったしな、メジャーで。あとその今一つなんかやりたくて調べたくて気になってることっていうのがあるんですけど、嘘だろ。あの送りバントのタイミングでそんなエラーやらかす。めった打ちですね。ね、今、おーめっちゃ変えた。今ね、ちょっとやりたいなって思ってるのは、あ、なんか打撃特化っていうか、まあ極端にね、もう守備とか全無視して打撃特化で組んだチームと。打撃をまあ無視して守備特化で組んだチームってどっちが強いんだろうと思って、まあ僕は普通守備の方だと思うんですよ。まあ短期決戦だと分かんないけど、絶対長い目で見れば、例えば GG、S はやりすぎかな、なんなら C ぐらいでいいと思うんですよ。で6個能力があるから、まあどうしようかなっていうのはありますよね。走力はまあ一緒にすればいいかな。で肩守備補給が CCC で、あとまあ GG か FF と、生弾道も上げて、守備特化弾道1ですね全員で。まあそういう特能もなしと。でどっちが強いんかなと思って、僕は普通に守備寄りだと思うんですけど、一回それ調べたいんですけど、まあさ、ね、自分だけで調べるには少なくとも 8×8 16人作らないといけないわけですよ。おっとやってしまった。なんやかんや負けてますね9回裏で。こんな悠長にお話をしてる場合じゃなかったな。はい、いやーまあさすがにね、守るも降板したし、ほんと走力の過信だけには気をつけよう。そこだけです。アミスタライライジングのつもりでいた。さあで神宮寺、はい、さすが阿部飛。一回それ作りたいんですよね。でも 8×8 の16人選手作んないといけないんで、まあピッチャーは何でもいいんですけどね。ピッチャーまあ共通で、やればいいかな。さよならになっちゃ
チェンジ。全然3点差にしないといけないですよ。打席に入ります。投球これから2球目。スライダー見送ってボール。投げた、バントしました。左に切れました。そうで、それをちょっとやりたくて、まあ僕はもう完全に守備側なんですけど、そら守備に寄っとるチームの方が確実に勝てるだろう。いやでも長期だったら絶対そうなっちゃうからな。やっぱ日本シリーズと同じ7戦にするか、クライマックス CS の意味込めて3試合とかにするか。多分ね、ワンシーズンやっちゃうとさすがに守備の方が勝つと思うんだよね。よしよしよし。そう、そこをねちょっとね調べてやってみたいんですよ今。でそれでなんか16人作るんかと思って。投げました。真ん中見逃してストライク。第2球を投げました。いけ、よし。パワフルフェスティバル、さよなら。っていう感じでね、結構お話がメインでしたけど、1回戦は。では2回戦はあそこに行けたらいいですね。極悪に行きたい。極悪ヤンキースに行けたら一番いい。大事な初戦を突破して2回戦へ進みます。よしよし、これでとりあえず保守と外野は来たか。いや主砲がいないっすね。これはもう川上が降板してから、あ、そっか、変化球投げてないし、でも持ってないからね。ちょっとミスでしたね。持ってないから投げてないんだよね。だから変化球ポイントが少ないと。いやこれ足りてくれるよな。いやーレベル10になった人たちが続々と仲間になってくれた。でスミカちゃんもいるから、おーっとポイントがしょぼい。スミカちゃんいるからなんとか。技術が足りなくなった場合もそっちでシフトができるということで、変化球とりあえずシンカーは覚えさせますね。うん、高速ではないと思うんだよな。出た、ジャイロ。これジャイロボールなんですけど、僕が作った。ああ、このこれ、このフォークは多分ジャイロフォークか。よしよし。でまあコントロールとりあえずいいかな。ちょっと忘れないうちに、あ、でも適正ってあれか、まあ守るのイベント終わってからでもいいか。そこら辺はとりあえずシンカーを3と、あとは一応スタミナをもうちょっと上げておいて。ポンコツが来るかな、来ないと思うんだけどな。お、ねえじゃん、極悪ヤンキーズねえじゃん。マジか。ここら辺でどっか取りに行かないといけないな。クオン社長、神楽坂、縦西が高野だよね。コントロール、コントロール。いやでもパワフルズかな、行くならパワフルズかな。ちょっと欲しいコツが来ないな。一応なんか134キロだよね。で135、6キロぐらいにしようかなとは思ってますけど。で、まあ守備とかはね、そこそこいいんで。あと何先に上げとこうかな。忘れないうちにクイック上げておきますか。で、やっぱねミスったな、やっぱりミスったな。後々考えると古谷くんをクイック B にしたのはミスりましたね、やっぱり。うん、そうすると川上 A とかにしないといけないのかなってなっちゃうな。いや申し訳ない。でも古谷くんはまた多分ちゃんと作ると思います。まあ動画にするかは分かんないですけど。
さて、では2回戦やっていきましょうかな。どうなんだろうね、スラーブかスライダー。スラーブっぽいんだけどな、漫画見てると。でもスライダーだよねあれは。難しいところですよね。結構曲がりとか見てるとスラーブに近いんだよな。と、まあ美咲ちゃんでいきましょう。とりあえずね、打力が弱いんで、ちょっと美咲ちゃんに頼みましょうかね、特能で。オッケー、キャッチャーが来たのはでかいな。鋼さん絶不調。いやー、守る出したいな。まあちょっと投げて自動的に交代するでしょう。これでファーストはまあいっか。サードが来るのか。あー、神宮寺さん下げることになりそうだけど、いやーでも当時を下げたいな。一応サードを守れるけど。よしよし。がんばりパワフルズ。さあ、パワフェスチャレンジャーズ対がんばりパワフルズ、エキサイティングなバトルだよ。さあ、注目のゲームが始まります。1番バッターが打席に入ります。いいっすね、やっぱ変化球あるだけでちょっと感じが違うな。ストレート1本で抑えていくって感じになっちゃうもんね。直球空振り三振。さあ、第1球を投げた。さて、威圧感の福谷さん、威圧感にはめっぽう弱そうな川上だけど大丈夫かしら。おっと、部長、部長が絶賛している川上のアウトローがぶち込まれた。いやー、これはもう部長もびっくりですわ。性能の部長、本当にさ、本当に川上推しだよね。もうびっくりするぐらい。で、最近はちょっと川上さんの出番が少なくなってきて、ちょっと悲しいなとは思ってますけど。やっぱ今古谷君がちょっと調子悪くてっていうか、まあね、あんま言うと多分単行本で追ってる方もいるから言えないけど、まあ、僕もね、毎週毎週マガジンを読めてるわけじゃないんで飛び飛びなんですけど、基本的には単行本ペースだと思っていただいた方が確実かなと。買ってるわけじゃないんでね。以前はね、マガジンもね買ってたんですけどね、マガジンを買ってる時があった。まあ一番あれだね、絶頂期はマガジンと、まあジャンプ買ってましたね。で、それで僕は、おっと、めちゃファインプレー、いい守備してくるな。それでなんかジャンプがね、ちょっと僕が読んでる漫画が少なくなってきた習慣で、まあ、ほとんど単行本を買っちゃうんでいらないかなっていうことでジャンプを買うのをやめて、でマガジンだけ買ってた時期は結構あるんですけど、最近マガジンもね、ちょっと買わなくなってしまったな。何やってる時にめっちゃマガジン読んでたんだろう。
大英でしょ。であとエリアの騎士とかも読んでたし、まあ基本的にスポーツ漫画が結構豊富だったじゃないですか。アヒルとかも読んでたな。結構なんか割とオートになっちゃうな。あー、これも取られちゃう。結構淡泊な攻撃が続いちゃってますね。初球打ち流した。福谷バックしていった。ファールボール。タッチはセーフ。今何読むかな、マガジンで。一応ね、フーカーは惰性で読んでるけど。あとはデイズだっけ、サッカーの。初球は打った。ファウル。とはダイエーでも、まあダイエーがメインかな。やっぱり一番楽しみにはしてるのは。あ、そうそう、グッドエンディングとかをね見てたんで。だ今あのドメスティックな彼女だっけ、それは見てるけど、同じ作者さんなんで。いやでもグッドエンディングの方が僕は好きでしたけどね。やばいやばいやばい、誰がこんな点取られてるんだい。川上かな、部長が発狂してしまう。あー、あと代打出されてますね。あ、さっきの代打だったんか。あー、川上四死球は少ないが被安打6か、三振1。93球は結構投げてるな。まあこっからはね、乙女が投げてくるか。どうだろう、守る不調だけど守るにシフトするのかな。あ、やばい、セカンド行っちゃったけど大丈夫か。とりあえず同点には追いつきたいですよ、早いうち。おっと、2球目も外してきます。オッケーオッケー、ナイス。うーわ、これはもったいない、やってしまった。うん、怖い怖い、神宮寺さんの足跡ちょっと怖い。いいな、多彩な変化球だな。オッケー、ナイスバッティング。さすが4番サル。内野安打つくのは実際でかいと思うけどな、対左とかの方がついては欲しいけど。まあ発動しないとき発動しないから内野安打でいっか。牽制球を送ります。第3球を打ちました。いや、最初の戦力だとどうなるかなと思ったけど、極悪ヤンキーズが出てこなかったがゆえに良かったかもしれないですね。8番バッターが打席に入ります。おお、セーフか。1塁ランナーは2塁に進んでいます。第3球投げました。スライダーはボール、はい、うーん、わずかに外。いや、これでね、打線の厚みがねだいぶ変わるんですよね、守りが投げてくれることによって。あとはショートが欲しいけど、ショートがどこで手に入るか。下手したらパピオンだね。おお、大和田くん。高校生、いやでもそうか、プロ野球か。いや、高校生だったらさ、まあ、ピッチャーと外野できるっていうのは今納得したんだけど、でもこれ相手ってプロ野球だよね、パワフルズだから。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。投球これから3球目、落ちるボール。ヒット打ちたいな。さあ次は何で来るか。オッケーオッケー、満塁にして。いやー、どうだろうね、満塁ホームラン打っても、満塁ホームランだったら打っていいかな。さて、
出るか2打席連発。おお甘かった。フォーク多投されるときつい。これでオートに、あオートにはならんか。さあで広角打法の見せどころだよ。はい、ノー、もう打てないんじゃないの。ホームあでも満塁がついてる。まさかのやる。徳のついてたらなんとかなりますよね正直。おおすごい、全然試合展開が前半と違うんだけど、やっぱピッチングから流れを作るって大切なんですね。川上って基本的に打たれる描写だからな、かわいそうな立ち位置ですよね。仕方ないんですけど、このチームだったら。これが真の実力でしょうか。3回戦へ駒を進めます。さあ健闘を称え合います。チャレンジャーズキャプテンが福谷に歩み寄ります。よしよし、昨日の敵は今日の友。いやいい感じですね。あ、称え合っています。福谷さんの前髪だったんだ。なんか横から見ないと分かんなかった。普通になんか眉毛の延長だと思ってた。さて11対4、とりあえず仲間集めれたんで十分ですかね。それだけで。全然経験点マックスじゃないけど、まあ実際全然活躍してないですからね。伊達西さんと、で一応屋内練習場とショップ、練習場行っとこうかな先に。投球を磨きましょう。抑えに、まあここで適正もらっちゃっていいからな。やっぱまあ抑え適正をもらっておこうかな。まあ中継ぎでもよかったんですけど、まあ、最終回抑えの方が登板機会あるかなっていう印象ですね。あーっと台風レジェンズかい。さて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 、あー田村、鈴本、聖、あーじゃあもうかぐら行くか。コンボ1個余ってるもんね、空いてるもんね。なのでまあ神楽と東條さんのをもらいに行ってもいいかなと思ってます。うーん、でスターコツはね後々もらえるからいいんだけど、コンコツが、いやでもなんとかなるか。あと低め欲しいんだよね。打たれ強さを下げたい。うーん、まあ回復とか上げていいかな。打球反応なぁ、あれだよね、川上だったよね確か。ピッチャー返しを川上がグローブ出して弾いて、それをカバーに入って倉持が小湊とゲッツーしたはずだよね確か。川上だったはず。ってことは打球反応良くないかもな。まあ根性つけていいかなっていう感はありますけどね。あとは負け運つけたいかな。あークロスファイヤーいいっすね。うん、クロスファイヤーいいな結構。リリースとかも良さそう。そういう技術ありますもんね。はいか、それだったら台風レジェンズでしっかりもらってってもいい気はするな。
多分技術なんですよね。変化球はなんやかんや足りると思うので、まあぐらいかな。能力どうしような。まあちょっと一旦このままで終わりますかね。3回戦は一回ね、能力計算してみて、あまりにもちょっと足りないなっていう感じだったら、後々挽回ができんなって感じだったらレジェンズ行きます。でそうじゃなかったら、まあこの中だったら神楽坂グループかなっていう感じですかね。うん、神楽坂グループに行けば一応コンボも手に入りますんで、それで狙ってやっていけばいいのかなと思っております。はい、ではですね、まあ聖堂三本柱、三本柱でもないけどなの一人最後ですね、川上選手を頑張って作っていきたいと思います。では本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、ツイッターフォロー等ですね、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。